ジョージ・ジャーメイン、ジョージ・ジャーメイン、A、ジョージ・サクビル、ファースト・バイク・ウント・サクビル、あるいはロード、ジョージ・ジャーメイン、1716年1月26日から1785年8月26日、スウミツ顧門館、初代サックビル施爵は、イギリスの軍人、政治家である。アメリカ独立戦争中は、ノース教内閣のアメリカ、植民地担当大臣を務めた。 ジャーメインの失勢はイギリスがアメリカ植民地を失ったことで大きな非難を受けた。ジャーメインの発した軍事関連の細かい指示は彼が植民地の地理や植民地人の決意を理解できていなかったととも相まってこのような非難を呼ぶもとになったと考えられる。ジャーメインはアイルランド総督で初代ドーセット公爵ラオイネル・クランフィールド・サックビルの三男として生まれた。 ジャーメインは1737年にダブリンにあるトリニティカレッジを出資軍隊に入った。ジャーメインの経歴は2つの流れがあった。軍隊での経歴ではいくつかの功績を挙げたが、軍法会議で終わった。政界での経歴はノース内閣の大臣でアメリカ植民地の創出と共に割った。ジャーメインの軍歴は第7期兵隊後の 第六竜記衛兵隊の隊員で始まった。1740年、ジャーメインは、グロスターシャー不評連隊に中佐として転属した。この連隊はオーストリア継承戦争でドイツを転戦した。1743年に名誉昇進の大佐となり、1745年のフォントノワの戦いでは、カンバーランド皇・ウィリアム・オーガスタスの不評隊を率いて参戦した。この時ジャーメインは、 捕虜となったが、負傷していたので、フランス軍は丁重に扱い釈放した。ジャーメインは帰国すると、第20シャー敵団兵連隊の大佐として、スコットランドに駐留した。1747年と1748年、ジャーメインは再びカンバーランド後部隊に加わり、第7アイルランド機兵隊の大佐として、オランダで従軍した。戦争の合間に軍務を休み、 ジャーメインの父の第一秘書官やアイルランド議会の議員を務めた。この期間のジャーメインは同性愛者であるとの噂が立てられた。七年戦争の間、ジャーメインは軍務に復帰し、1755年には少々に昇進して、起立を監督する職務に就いた。1758年、ジャーメインは第四連隊を指揮しまルボロコー。 チャールズ・スペンサーの部隊にショートして加わった。この部隊はドイツでブラウン・シュバイク公使、フェルディナントの同盟軍と合流した。マールボロコーが死ぬとジャーメインはイギリス軍の指揮官となった。1759年8月1日の民伝の戦いでイギリス軍と同盟軍はフランス軍の中央に対し狂ったように勇敢な攻撃を仕掛け成功した。その攻撃部隊は フランス騎兵隊が迫り来る中で最後の瞬間まで、ためかれ、10ヤードもない至近距離からの一斉射撃で、撃破した。フランス軍が撤退を始めると、フェルディナントは止めを刺そうとして、イギリス騎兵隊に突撃を要求したが、ジャーメインは、その許可を出さなかった。フェルディナントは何度も要求を繰り返したが、ジャーメインは、作戦指揮官のグランウィ京都の中が疎遠になっていたので、 グランビー教に栄光の勝利を得させるような許可を出せないままとなり、連合軍は決定的な勝利を得る機会を逃してしまった。その結果ジャーメインは免職され帰国させられた。ジャーメインは命令不服従に対する責任を取ることを拒否した。イギリスに戻ったジャーメインは軍法会議を要求し、1760年にその要求が通った。しかし、軍法会議の結果は、 有罪となり、将軍職にある者に対してかつてない奇妙で重い判決となった。判決は、ジャーメインの除隊を追認し、ジャーメインはイギリス軍の任務に適さないとし、この判決文がイギリス軍のすべての連隊で読み上げられ記録されることとしていた。国王は、数密顧問から彼の名前を外した。ジャーメインは1741年以来何度か、 議会議員を務めていた。ダブリン、アイルランド議会、アイルランド議会とウェストミンスター、イギリスの両方で何期かを務めており、同時ということもあったが、党派に偏ることはなかった。ジョージ3世が王座につくと政治の分野で名誉回復を始めた。7年戦争の結果、ヨーロッパは模様見合いの様相であったが、否定的な要素はなかった。フランスに対する勝利によって、 植民地帝国となったイギリスは戦争で起こったことを忘れさせてしまうような気配だった。イギリスが戦争で負った夫妻の召喚が難しく、不安定な内閣が続き、党派は離合集散を続けた。1763年、国王ジョージ三世は目立たないうちに、ジャーメインを数密顧問に戻した。ジャーメインは徐々にノース教の指示に回り、1769年には、 その立場を鮮明にした。1769年ジャーメインの妻エリザベスが亡くなり、相続人がいなかったので全ての遺産をジャーメインが相続た。このことは、ジャーメインの財政を改善したばかりでなく、名を挙げる機会も与えることになった。1770年以降、ジョージ・ジャーメイン教と呼ばれることになった。1775年11月10日、ジャーメインは、 アメリカ植民地担当大臣大臣に指名された。この時、ノース内閣には3人の閣僚がいた。1人はヨーロッパを担当し、1人がアメリカ、もう1人がその他の地域だった。対外関係以外に、これらの閣僚は植民地の管理とその地域での軍事作戦の責任を持たされた。このことは植民地における反乱を抑える、重たる責任者ということであった。 ジャーメインは将軍を昇進させたり解任したり、資金や物資の手当てをしたり、また戦争の戦略立案にも関わるようになっていった。ジャーメインの常の進め方は、王とは政治的なことで思い煩うべきではなく、政治のことは理解していないのだと考え、植民地の田舎者が我々を無打てるはずがないとの考えに基づいていた。 ジャーメイン教と首相のノース教は直面する戦争について三つの過程を作り上げた。一つはアメリカ軍はイギリス軍には勝てないということ。二つ目はこの戦争は過去にヨーロッパで戦い成功してきた戦争と似たようなものであるということ。三つ目はイギリスの勝利によって植民地との同盟という目標に達することであった。この過程はすべて覆されることになった。 1776年、ジャーメインは、ジョン・バーコイン将軍と共に、サラトガ方面作戦の計画を立て、支援し、命令を発した。しかし、一方で、ウィリアム・ハウ将軍に出した命令が不明確であった、ことによ、作戦は失敗した。1781年には、チャールズ・コーン・ウォリス将軍とヘンリー・クリントン将軍に、対する命令が錯綜し、ヨークタウンの喪失につながった。 1782年にノースが下野し、ジャーメインは閣僚ばかりでなく、議席も諦めることになった。国王ジョージ三世はジャーメインを貴族に列し、サックビル施釈としたが、ジャーメインの取った独立戦争に対する政策が、槍玉に挙げられた。ジャーメインが貴族院に列することにことを唱える者も、いたが、ジャーメインの健康悪化がこの問題をさたやみにした。ジャーメインは、サセックス州。 ストーンランドロッチの家にイントン市1785年に死んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。